どうも、世界100億人の数少ないカラコファンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。11月25日の朝です。はい、はい、動画ね、ちょっと見返すとね、朝は結構テンション高いんですけど、いつも夜テンションなんか低すぎてね、相当疲れを抱えるなっていうのがあるので、うん、確かに、ね、これ表現者として良くないんでね、夜もテンション上げていきましょう。そうだな、はい、うん、ロビーからちょっと映ってくるしかねえな、うん、そうしたらな、はい、うん、ちょっと全然わかんないですけど、ということは、え、はい、今日で栃木の最後の稼働ですね。うん、うん、うん、はい、で、本当はもうちょっと早く出る予定だったんですけど、今日は、結構信頼できる特定日なんですね、はい、うん、だから今日ちゃんと打ちたいから26日明日出発を選択しました。うん、そうね、はい、うん、で稼働できるのもね、おそらく今日で最後になるでしょう、今月なるだろうな、うん、うん、なるだろうから、うん、まあ、今のところね、2人でプラス16万と、うん、これはね、もうね、こんだけ時間使って1人8万円ぐらいの日当を出すしかね、得てないというのはきついのでね、うん、月収な、月収、うん、うん、月収か、うん、なんとか、うん、大きくプラス持ってきたい。10万、10万ぐらい行きたいね。それでも18万月収ですからねしょうもないよ、ちょっとね、それはこれは、うん、うん、今日思いっきり勝つしかねえもんな、うん、ほぼほぼなんね、うん、そんな感じで、うん、文字がないかな、そうかな、はい、うん、じゃあ行ってきます。はい、行きます。はい、どうも、はい、どうも、結果発表、結果発表、はい、結果発表していきます。はい、はい、昨日西村さんがね、うん、どの髪型がいいですかと、でその答えもらったらそれにしますっていうのを宣言したのでね、はい、コメントが来てるのかどうか結果発表していきたいと思います。え、来てないっしょ。はい、そのね、コメントあったらするって言ってたのでね、来てたらしますので、はい、YouTube の方確認してみきます。俺するって言ってないから。はい、来てますね。ありがとうございます。隠しがあるんじゃねえかなんだよ今、気づきました。はい、絶対嘘じゃん。ハルンボさんからコメントいただきました。ハルンボさん、はい、髪型はモヒカンがいいと思います。すべては気合からなので、はい、ハルンボさんありがとうございます。ということで、はい、西村の髪型はですね、モヒカン切ってしました。はい、そんなバカな。はい、じゃあ神奈川行ったらモヒカンでこれからやっていきますね。違う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 、これから大切なファンの方が、はい、言ってくれたんでね。約束は守る男です。いい、勝手に話進めてるけどさ、え、参考にするっていう話しただけだから、ね、あくまでね、モヒカンはもういいよ、魅力的です。そう、うんうん、あのね、尖ってるしさ、聞きましょうかね。尖ってるし目立つしね、うん、うん、他にいないと思いますよ、うん、モヒカンしながらパチンコってるやつでしょ。いない、絶対多分一番目立つもん。それで北斗の剣ってのも最高ですよ。あぶしい。毎回当たっちゃう。アバーとかいい。いいですね。いいね、うん、いい、すごくいいと思う。ハルンボさん一番コメントくれる方ですからね。そうね、そうね、うん、僕も見てますよ、はい、このコメントくださるファンの方、大切な、まだ数少ない、ファンの方が言ってくれてるんですよ。いいんですよ、そんな話は。それをもう結果からいこう。それを結果今言ってるじゃないですか、このモヒカンになりますよっていう。そんな結果じゃねえよ。ちょっと考えさせてください。いやいやいや、ちょっと長い時間考えさせてください。解決しましょうよ、そんなの。僕のプライベートにも関わる話になってくるんで、それは。はい、もうちょっと考えさせてください。もうちょっとね。もうちょっと。もう明日すぐ模擬会して、東京帰りましょう。もうざわつくよ、お前らのやつ。どうした、どうしたんですか。まあ、どうなるかね。楽しみにしてください。してくれると思います。期待を裏切らないんだよね。うん。はい。考えときます。はい。はい、じゃあ。バイバイ。違うだろうよ。違うだろうよ。終始結果言うの、終始結果。はい、最後だろう、今日。最後です。栃木県最後でしたね。うん、今日はね、まあね、台によっては開けてる台あったんですけど、うん、まあ、リングの方がね、期待値
技術介入込みだったら高いんじゃねえかなということで、うん、打っていったんですね、まあ、中心にね、うんうん、まあ、僕はねちょくちょく他の台もやったりしましたけどね、うん、AKB とか、まあ、セブンとの窓巻きとか、はいはい、でリングはね僕はまあ9時間ぐらいやってましたね、うん、西村さんは12時間ずっと打ってましたね、ずっと打ってたね、うん、僕は9時間やって16ラウンド1回しか打てないっていうね、それはしょんぼいな、感じでしたけど最後、はい、マイナス56,741円、こんなはずじゃなかった、こんなはずじゃなかったよ、うん、最後の最後はさ、うん、もうちょっとねやっと逆転したぜみたいなさ、うん、そういう映画良かったじゃん、うん、普通に負ける、いやね、かいや人事尽くしてますよ本当に毎度、いやまあそうね、そうね、こればっかしょうがないっすね、そうだな、うん、神奈川東京編でもう収束してくれることになります、はい、明日から多分2週間ぐらいパチンコ打てないと思うんですけど、うん、ネタとかじゃなくて、うん、ちょっと編集とか溜まってるので、うんうん、パチキンです、パチキン、そうですね、まあ、はい、これで僕はね動画編集をスキルちょっと上げてくる、てか構成をちょっと、ね、やはり変えようかなと、あ、今日結構勉強してたんですよ、もうハルチさん、ハルチンさん切ったような、あ、そう、なんか なんかそこからこういろいろ勉強したい気持ちになって、うん、まあ、有名どころの YouTuber の動画見てたんですよね、はい、うん、まあ、いろいろ共通点が見つかって、うん、あ、うちでもできそうだなとたくさんあったので、うん、それをちょっとどうにか取り入れられるようにしていきたいなというところですね、うん、はい、うん、まあ、構成したい、本当に構成だけ、うん、撮ってる絵はうちら僕らは十分だと、まあ、それをちょっと考えようかなと思ってます、うん、僕は女の子とデートしたいと思います、彼女作るって行き前でここで目標達成してやるよ、神奈川4人ぐらいですか、アポ取ったの聞いちゃったよ ね、それさ見てる人いたらうちそのうちの一人だって思うじゃん、やめて、皆さん見てちゃんと思ってくださいね、これから神奈川と神奈川で会おうって言ったのをみんな告白しようとしてますからね、いやいやいや、やめて、全員に片っ端から警戒されちゃう片っ端から言って、成功してもうまくいかなくても絵になるからいいよねってこれで僕に言ってきたんで、本当に気づいてください、本当にね、こういう男ですから、やめてください、本当に注意してください、やめて、フラットな気持ちでね、あ、会いますよね、はい、ちなみに思ったんだけどさ、目標彼女を作るじゃんね、はい、まあ、彼女を作るってさ、じゃあ一日だけ彼女になってくださいとかっていうこともできなくないわけだよね、そこはさ、なんか儲けた方がいいんじゃない、期間的に、え、これ以上ぐらい付き合うみたいなさ、ええお前ワンチャン考えてたら一日だけ彼女とか汚いやつですよこいつは、ね、ウラパラさん的に彼女できましたって言って泣けばそれで死ぬじゃないですか、違うよ、許してくんないよ、少女の人は、可愛い彼女を作るって書いてあるじゃん、うんうんうん、一日じゃねえつまんないから、うん、まあね、終わった時にできてればいいんじゃないですか、あ、なるほどね、でき彼女はできっぱなしだったらいいと思って、うん、話だったら、うん、はいはい、はい、確かにそうね、はい、遊ばは楽勝なんでね、あ、何も心配しませんけど、はい、まあ、今はチャンスなんでね、ちょっと見てくださった方しどろもどろ、はい、ぜひ応募していただければと思います、はい、はい、チャンスですよ、はい、このチャンスを逃すな、はい、いい男ですからね、うん、そんな感じで、こんな感じ、はい、ということで明日はね、うん、大谷資料館っていうところに来ましたね、栃木ね、うん、そこから神奈川に向けて出発しています、はい、はい、最初に2日間ぐらいはお互い今実家は神奈川にあるので、うん、僕は広報局、うん、島田さんは瀬谷区にあるので、はいはい、うちに泊まりに来る実家に、そうですね、最後の2日間は、うん、うちの
名物お母ちゃん初対日って母ちゃん見てると思うけど大丈夫かテンションついていけるから大丈夫絶対ついていけないついていけないから大丈夫一応、セヤクのパチンコ屋さんもフォルチェックしといてください。セヤク、まあ、言っちゃいいけど、ねえよ。ねえか。ねえよ。ヤマトだったらまだあると思うけど。そこらへん。まあ、近くて、ね、近く、うん。まあ、足がある。車はあると思うから、そっか。はい、こんな感じです。はい。じゃあ、また明日。はい。バイバイ。チャンネル登録してね。